エイペックスができてる。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、福袋から出てきた2012年発売のノートパソコンになります。あーこれあれね、新年の5000円福袋から出てきたやつね。ですです。で、この時は簡単な動作確認しかしてなかったので、メモリやらストレージを強化したらどこまで性能が出るか見ていきたいと思います。今から10年以上前のノートパソコンがどこまでやれるのか気になるわね。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということでまずはこちらのノートパソコンについて簡単にご紹介。こちらのノートパソコンはデルのプレシジョン M6600 というノートパソコンです。入手先は、1月に秋葉原のエトアールさんというお店で5000円の福袋の中から出てきました。5000円の福袋でしたが、おそらく店頭でジャンク1万9800円で売られていたと思われます。充電器はなかったのですが、起動自体は問題のないものでした。で、こちらのノートパソコンなんですが、2012年に発売されたモバイルワークステーションノートパソコンになります。モバイルワークステーションノートパソコン。モバイルワークステーションとは、動画編集や図面設計、科学技術計算などの処理を行うためのノートパソコンで、一般的なノートパソコンと比べると、図面設計やデザインなど CAD を用いた業務、映像や動画編集を行うクリエイター業務、高度な計算が要求される科学技術計算、こういった要素で使われるノートパソコンになります。図面設計や映像編集、科学技術計算などの業務を行うためには高度な画像処理能力が要求されるので、その計算をさせるためにグラフィックボードが搭載されているものが多いです。ってことは今でいうゲーミングノートパソコンってこと？そういうことになりますね。こちらのパソコンは発売当時一番安いモデルでも16万円で販売されていたみたいです。モデルによっては30万円ぐらいの価格だったみたいですが、30万。ということで、早速こちらのノートパソコンをフルカスタマイズしていきたいと思います。では今回用意したパーツですが、まずは SSD を2枚用意しました。2枚。はい、こちらのノートパソコンなんですが、SSD を2枚挿して、なおかつレイドを組めるんですよね。クリエイター向けのパソコンとして販売をしていたので、パソコン1台でバックアップやストレージの速度向上を目的としていると思います。続いてはメモリを用意しました。こちらは DDR3600 の 8GB を4枚用意しました。同じメーカーのもので4枚揃えようと思ったのですが、家に2枚あったので足りない分はジャンパラで買ってきました。楽したのね。いやほらパソコンが5000円で手に入れたのにメモリ4枚新しく買ったらそれだけで1万円近くしちゃうし。ノートパソコンより高くなっちゃうってわけね。ですです。それでは早速これらを取り付けていきましょう。シュラララ。それでは早速取り付けていきましょう。まずはノートパソコンを裏返しにして、もう充電能力はないバッテリーを外していきます。本当ならバッテリーもちゃんと使えるものにすればおそらく本当の力を出せるとは思うのですが割愛します。ネジが2箇所止まっているのでそれを外していきます。ネジを外したら裏蓋を開けます。底蓋を上にスライドをすると開けられます。はい、こちらが中身になります。なかなかメカメカしいわね。グラフィックボードがついてるってこともあり10年以上前からクーラーが2つついてますね。こちらがメモリスロットで、他にも SSD ミニカードスロットなどかなり拡張性があるノートパソコンとなります。DVD ドライブまでついているのね。最近なかなか見なくなりましたよね。で、これ前回も特に掃除をしてないのですが、結構綺麗なんですよね。確かに10年以上前のもので使い込んでたらもっとホコリとかあってもいいわね。謎が謎を呼ぶノートパソコンですね。それではまずは SSD を取り付けていきます。ネジが4箇所あるのでそれを外します。4箇所ネジを外すとハードディスクが飛び出してきます。なかなかな勢いで出てくるわね。私もネジを外しててびっくりしました。で、こちらにはすでにハードディスクが最初から入っていたのですが、80GB のハードディスクが入っていました。80GB ってまた小さいわね。こちらのハードディスク、前回調べてびっくりしたのが、新品なんですよね。新品？ 80GB のハードディスクが新品で出てくる秋葉原。なかなか恐ろしいですよね。では先ほど取り出したストレージマウントに SSD を取り付けていきます。マウントは特にネジもないので、力技で入れていきます。入れる向きだけ気をつけないといけませんが。こんな感じですね。そしたらこちらを先ほどのところに戻します。あとはネジ止めをしたら一つ目のストレージ交換は終了です。では続いてもう一つのストレージも行ってみましょう。もう一つのストレージはこちらに入れていきます。こちらもネジを外して、
マウントを取り出し、ちょっと汚れていたので掃除をして、ハードディスクを取り付けて、こちらは側面をネジで固定をしてください。今回ネジの付属はされてなかったので適当に余ってるネジで留めました。そしたらそのまま先ほどのところに戻して、ネジ止めをして、これでストレージの交換は終了です。次はメモリね。はい、メモリもやっていきましょう。シュララ。続いてはメモリを取り付けていきます。とりあえず家にあった2枚の 8GB メモリを入れます。あれ、メーカー違うじゃん。なぜか1枚ずつしかなかったのでとりあえずそれを取り付けます。メモリスロットは見えているので、そこに斜めに入れて差し込んでいきます。あれ、でもこれ2枚しか入れるところないじゃん。私も4枚入れられるとあったのであれ、と思ったのですが。なんと答えは前面にありました。え、前から入れるの？残りのメモリスロットはキーボードの下にあるので、まずはキーボードを外していきます。キーボードの周りのプラスチックカバーをまずは外していきます。薄いカードなどで取り外していくのですが、これがまた硬いので根気よく外していきます。ただ思いっきり力を入れると爪が折れたりするので注意ですね。あんたこういうの大雑把だからよく爪折ったりするわよね。ギク。とりあえず今回は爪折りをしないように開けられそうなところを探しながらやっています。と言っていたら外れました。あとはちょっとずつ爪を取っていき。これでカバーは取れました。ネジが5箇所あるので外して。繋がっているケーブルを引きちぎらないように開けていきます。はい、キーボードを外すと下からメモリスロットが見えました。こんなところに隠れていたのね。最初からついているメモリを外して、軽くエアダスターでホコリを飛ばし、買ってきたメモリを取り付けます。これでメモリ4枚完成です。あとは元に戻して、ネジ止めして、カバーを止めて、裏面も閉めて、外装にシール跡などが結構残っているので綺麗にして、結構綺麗になったわね。中のキーボード部分も掃除して、こんな感じになりました。実際に動かしてみましょう。ストレージとメモリ交換だけで壊してたりしてね。多分大丈夫かと思いますが、ということでとりあえず無事に BIOS 画面まで来ました。メモリも 32GB で認識されているし、ストレージも2枚とも反応していました。で、こちらのパソコンは BIOS 上でレイド設定ができるみたいなので、今回はレイドレイで組んでみたいと思います。ということでここに Windows 10を入れてみました。ということでこんな感じになりました。せっかくなのでクリスタルディスクマークでストレージ速度を計測しながらスペックの紹介です。CPU は Intel Core i7-2829M で4 Core 8 スレッド、クロックは 2.3 から 3.4GHz。メモリは DDR3600MHz の 8GB 4枚で 32GB。GPU は NVIDIA Quadro 4000M になります。ということでストレージ速度はこんな結果となりました。SATA タイプは SATA 3.0 接続の SSD で、転送速度の理論値が SATA 6GBps で約 600Mbps なので、倍まではいきませんがかなり速くなってますね。ではこのカスタムしたデルプレシジョン M6600 がどのくらいの性能があるのか見ていきましょう。シネベンチ R23? まずは CPU 性能テストとしてシネベンチ R23 をやってみました。では結果を見てみましょう。スコアはマルチが2258ポイントと2229ポイント、シングル458ポイント、温度はアイドル時45度、最高温度は77度と79度でした。スコアに関しては今と比べちゃうと差がありすぎますが、最高温度が80度を切っているのがすごいですね。ノートは熱くなって当然と思っちゃうのも最近の傾向かもしれませんが、では続いてベンチマークもやってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の最高設定で行いました。一応動いてはいますがかなり FPS は低いですね。動いてるだけでもすごいわよ。では結果を見てみましょう。スコアは2031の設定変更を推奨で、平均フレームレートは13、最低フレームレートは7という結果になりました。いくらグラボ積んでるとはいえ、やっぱベンチマークはきつそうね。では次。ファイナルファンタジー15。FF15 ベンチマークもやってみました。設定はフル HD で高品質、標準品質、軽量品質で行いました。どれも厳しそうな感じね。結果はこちら。スコアが高品質663、標準品質1051、軽量品質1378で、
平均 FPS が高品質6、標準品質9、軽量品質13、最低 FPS が高品質0、標準品質3、軽量品質9となりました。やはり最近のベンチマークソフトではかなり辛い結果となりました。まあそうよね。では次はゲームもやってみましょう。フォートナイト。設定はフル HD で競技設定で行いました。FPS はもちろん高くないのですが、ゲーム自体はできることはできました。むしろできることに驚きました。確かに FPS は高くないけど一応ゲームはできてるわね。快適にできてるかと言われたらもちろん快適ではないですけどね。では次。Apex Legends。こちらは HD 画質でやってみました。HD？ フル HD で動かそうと思ったんですが、全然無理でした。フォートナイトが動いたのでいけるかと思ったんですがね。続いて爆破シーン。ギリギリ20ってとこですね。戦場にも行ってきました。こちらも訓練場と変わらないくらいの FPS で動かないことはないといった結果ですね。 HD 画質とはいえ10年以上前のノートパソコンで Apex が動くだけでも個人的にはすごいなと思いますけどね。あ、もちろん動いてるだけで快適にゲームはできていませんけどね。そりゃそうね。実際に接敵するとこんなにカクカクでしたし、やりにくそう。やりにくかったです。シュララララ。はい、ということで今回は10年以上前のモバイルワークステーションノートパソコンでどこまでできるかでした。結果的には散々だったわね。まあさすがにゲーミングノートパソコンではないので快適にってわけにはいきませんが、個人的には Apex が動いただけでも満足かなと思います。それは確かにあるわね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。